畑さんの最後の言葉は「俺肺炎かな」という言葉だったそうであります CT 検査で畑さんの肺が真っ白だったこういうふうにも伺いました急性の肺炎の症状と見られるということでございますすぐに検査を受けられていればこんなことには は多さんの地元に行って、事務所に献花しようと思って、スーパーの花屋さんでお花を買おうとしたら、市民の方に泣いて言われたんですよ、同じようなことが起きないように、PCR 検査がすぐ受けられるように、国の方でやってくださいって言って、本当に泣いて訴えられたんですよ去年の春と同等ずいううにおっしゃいますけれども、例えば昼間の人で去年の,あの緊急事態宣言時の2倍、3倍ですよ。 通勤電車全く人減ってないこういうふうに言ってますよ杉尾秀也君杉尾です質問の機会をいただきありがとうございますまず冒頭申し上げます同じ長野県選出の旗雄一郎議員が先月に入住し新型コロナ肺炎によって亡くなりました痛恨の極みです直前までとても元気でした本当に信じられません一言とは 思えないんです改めて新型コロナの怖さ問題点を指摘したいと思います当発表の事実関係は以下の通りです資料1です先月22日23日と当の会議がありました私も23日の会議一緒でした一緒に上京しましたこの時は特に変わった様子ありませんでしたところが23日旗議員の元に最近接触した人から陽性になったという連絡がありました 濃厚接触かもしれないということで翌24日参議院の診療所で PCR 検査機関のリストをもらいリストの最初に書いてあった病院に電話したんですが今日は無理だとこういうふうに断られたそうですまたこの日に主治医にも連絡して検査機関の情報提供を求めておりますでこの24日の深夜に発熱しまして翌25日朝平熱にま戻ったんですけれども まあ念のため、最速で予約できる、ここは実名あげませんけれども、まるというクリニックに、検査予約をしました、また26日は、東京都の発熱相談センターにも、これ、ご本人が連絡されたそうですけれども、予約が翌日に取れているなら、そこで検査を受けるようにと、こういうふうに言われたそうです、そして27日午後、検査のため、クリニックに向かう途中で、容体が急変して、病院で死亡が。 確認されました。ちなみに、車の中での畑さんの最後の言葉は、俺、肺炎かなという言葉だったそうであります。CT 検査で畑さんの肺が真っ白だったこういうふうにも伺いました。急性の肺炎の症状と見られるということでございます。すぐに、 検査を受けられていればこんなことにはなりませんでしたあれだけ何度も何度も検査の充実検査体制の拡充訴えてまいりましたけれども改善されていないんじゃないでしょうか厚労省答えてください厚生労働省大臣官房土山審議官はいえっと 限られた情報の中であの個別の事案についてお答えをすることはできませんけれども、えー、検査体制につきましては、えー、行政検査の検体の採取をですね、あの外部に委託するというような体制を整えるとともに、えー、検査分析能力の拡充ということで民間検査機関あるいは医療機関等に PCR 検査機器のまあ、設備の補助というものをですね、あの補正予算や予備費を活用し て進めてきたところでございます現在、こうした取り組みの結果です、ね、1日当たりの検査能力は、4月の段階では約1万件でありましたものが、直近では12万件を超える規模に拡大をしているということで、この規模であれば、行政検査需要に適切に対応するとともにです、ね、あのお話のありました自費での検査ということについてもです、ね、いろんな場面で行われる ようになってきているというふうに承知をしているところでございます杉尾貴弥君今十二万件とおっしゃいましたけど実際にやっているのは半分じゃないですか一万件から五万件六万件になったって何を誇ったようなことを言ってんですか危機感が全く足りない全然足りてないからこういうことが起きるんじゃないですか菅総理も言ってますよ必要な方には迅速に検査を受けられるようにするって言ってるじゃないですか 全然迅速に検査を受けられてない方、これは刃さんだけじゃありません、他の方もたくさんいる、そして刃さんのご親族の方、刃さんが亡くなってから2日も3日もたって、ようやく PCR 検査を受けられたんだ、こういう現実をどう考えてるんですか。 えっとあのー、昨年の,あの4月から5月にかけてあの感染者の増大が見られた時期にですね あのお医者様があの必要と判断したものに対しましてです、ね、PCR 検査が迅速に行えない地域がです、ね、あっの,のネックとしては、検体採取期間の不足とか、検査期間のキャパシティの不足というような課題があるというふうに、専門家会議から指摘をいただいているところでございます。で夏以降まあこういうい課題をを克服をするために 先ほど申し上げたように検査の体制とかそれから検査のキャパシティを上げるということにも、まあ、取り組んでまいりましたしですね、それから現在では症状のある方というのはかかりつけ医の身近な医療機関に、まあ、あの電話を相談をしてですね、それでそこで検査ができるならすりますしあのそうでなければあのあの検査ができる機関を、まあ、ご紹介して受診をいただくというような仕組みをですね 取るということにもまあ取り組んでまいりました。えっと実際にあの PCR 検査の実施件数ということで言うとですね、あのご指摘いただいた通りだいたい12月で一番多かった時期でまあ三あの週あたり36万件ということですけれども、あの。 あのまあ、そういう体制をとってきたことで,です、ね、これだけの検査が、まあ、ある意味で回るようになってきたということであの検査をめぐる状況はです、ね、初期の事態よりは、まあ、かなり改善をしてきたというふうに、まあ、承知をしているところでございますけれどもです、ね、あの引き続きあの感染拡大にきちんと対応できるようにです、ね、検査の実施体制についてはです、ね、あの適切な検査がきちんと行われるようにあの しててていいいききたたとこののよよううにに考えてございますす杉尾秀君その態度何ですか検査が回るようになってきた私、幡田さんの地元に行って、事務所に献花しようと思って、スーパーの花屋さんでお花を買おうとしたら、市民の方に泣いて言われたんですよ、同じようなことが起きないように、PCR 検査がすぐ受けられるように、国の方でやってくださいって言って。 本当に泣いて訴えられたんですよ。そんな気持ち分かりますかあなたに。これ以上はもう聞きません、いいです。それから、畑さんのケースのような、救性されるケースが他にもあるんです。亡くなった後で検査をして陽性だと分かったケース、たくさんあるじゃないですか。12月だって。 五六十件そういうケースがあるって聞いてます。あの、八割王子さんで知られる西浦、うう今、京都大学の教授でいらっしゃいますけれども、もシミュレーションを出しております。もう一度。三枚目にあの資料としてお配りしましたけれども、飲食店等への時短営業要請、これのみの場合は、感染が減らないと、こういうことでありました。どうもですね、国民の皆さんにお願いはするんだけれども、総理もなかなか会食やめないし、去年の、 くれまで会食を続けるし、総理ご自身が。そして、GoTo ト,トラベル、GoTo イートで、どんどん飲食店に行ってくれ、どんどん旅行に行ってくれ、税金までつけて、そういうことを促しながら、急に感染が増えると、飲食店が悪い。こういう話になって飲食店が起こるの無理ないですよ。こういう政府の姿勢で、例えば今、特措法の改正、 罰則の導入も考えているみたいですけれども、国民の理解得られると思いますか、飲食店の理解得られると思いますか、訴訟を起こすと、こういうことまで言っている罰則付きなら、こういう飲食店もありますけど、西村大臣、お答えください西村国務大臣あの。できるだけ簡潔に申し上げますが、あのまずあの飲,食店飲食店に対する対策だけで今回行っているわけではございませんもちろん。 え、飲食の場がですね、無症状の方含めて、そこで感染の拡大の起点となったという分析を専門家からいただいておりますので、そこが中心であることは間違いありませんが、8時までの時短をお願いをし、そしてその分の協力金を最大180万円まで支援をしているというところであります。その上で、そこにつながるような人の流れ、これを減らさなきゃいけない。人流を減らさないと、基本はやっぱり 接触人と,人との接触を減らさないと感染症は減らないということがありますので、その意味で、えー、テレワークの7割であるとか、えー、あるいはイベントの制限であるとか、えー、あるいは これ昼間も含めた外出自粛であるとか、ですねこういったこと、昨年の春とやった同等のようなテレワークとか外出自粛、そういった厳しい措置も講じてきております、そうした中で何としても感染拡大を抑えていかなきゃいけないということであります。えー、罰則についてはですね分科会でもご議論いただき、そして与野党間でもご議論をいただいております、そうしたことを踏まえて、ですね政府として適切に判断をして、一日も早く国会提出したいというふうに考えております<上>杉江秀哉君。 去年の春と同等というふうにおっしゃいますけれども、例えば昼間の人で去年の,あの緊急事態宣言時の2倍、3倍ですよ、通勤電車、全く人減ってない、こういうふうに言ってますよ、最近ちょっとさ電車乗るのを避けるようにしてるんですけど、あと一つだけ伺います、昼間も外出を自粛してください、こういうメッセージが伝わってなかった、そこで西村大臣、先日、記者会見でそういうふうにおっしゃったんですけれども、 誤解があるこういうふうにおっしゃいましたこれは国民が誤解してたということですか政府の責任じゃないんですかメッセージが伝わらなかったどうですか西村国務大臣飲食店の8時までの時短とそして合わせて特に8時以降の外出自粛ということでメッセージが伝わってしまってですね国民の皆様の中に 8時までは外出してもいいと、そういうふうに受け止められた方がいらっしゃったのかもしれないというふうに思っております。これは、えー、私ども政府がですね、えー、もっとメッセージを明確に、えー、そして国民の皆さんに共感を得られるような、そういうメッセージの発信をしなきゃいけない、えー、政府一体となってですね、そういった心がけて対応していきたいというふうに考えております杉尾秀哉君、メッセージの出し方、よく考えてください。最後にですね、公立病院について伺います。今 医療崩壊から医療壊滅の危機ということも、昨日医師会の会長ですけれども、言われ始めました、この中で重要な役割を果たしている公立病院について、3つ伺います、まず、医療機関への緊急支援事業について、厚労省の通知を見ると、新型コロナ患者等の対応を行う場合は、公立の医療機関等の公務員も対象となる、こういうふうに記載されておりますけれども、具体的に公務員に手当などで人件費を支給する場合、どのようなものを想定しているんでしょうか、総務省、答えください。 総務省総務省自治行政局山越公務員部長、えー、お答えいたします御指摘の補助金は官民を問わず新型コロナ患者を受け入れる医療機関の要従者の方々の処遇改善人格を図るためのものと承知をしています、えー、そのお公立病院におきましては その新型コロナ患者を受け入れるという意味で同様の状況にあります民間病院とのバランスに配慮する必要がありますのでその趣旨に沿った活用をするためにはまずは補助金の所管省庁において官民を含めた医療機関に対し処遇改善の方法あるいはその水準を丁寧に周知していただく必要があるというふうに思っています。その上で 公立病院の医療従事,者従事者に対する手当の支給にかかる規定の整備等について、疑問点が生じるのであれば、総務省としても適切に対応してまいりたいと思っております杉尾秀哉君。適切に対応すると、こういう話でしたけれども、給与の種類、基準というのは条例事項になっております、国交準拠が基本になっているので、実際、対応に苦労しているんですが、技術的な助言というのはできないでしょうか山越公務員部長。 えっと、給与に関しましては、えーまあ、公立病院の場合、まあ、公営企業である場合、まあ、企業職員である場合とそうでない場合とありまして、まあ、規定の整備等については、えー、条例に、えー、その額についてまで書く場合とそうじゃない場合というのがそれぞれ、えー、分かれてくるわけでございますが、まあ、いずれにしても、えー、国交といってもですね、同様の国 国家公務員の基準がない場合は、えー、特段、準拠するものがありませんので、むしろ民間との、えー、均衡ということが重要になってくると思っています、いずれにしてもあの疑問点とあればあの、必要な適切な対応をしてまいりたいと思っています杉尾秀哉君。委員長お願いしますそれから地域医療構想の具体的対応方針の再検証なんですけれども、これ、コロナ禍の中での感染症への対応などが評価されておりません、新たな指標で再評価すべきと思いますけれども、厚労省、いかがでしょうか。委員長 厚生労働省大臣官房狭間審議官、時間がまいっておりますので、簡潔にお願いいたします。はい、あの、今回の新型コロナウイルス感染症の対応を見ますと。 あの設置したいの別に関わらず、三十救急医療機関でありますとか、救急車の受け入れ台数が多い医療機関など。平時から、あの積極的に救急医療になっている病院において多く受け入れていただいているということが分かってございます。その意味で、病床の機能、文化連携の重要性、を改めて確認されたと考えております。その意味では、今後地域でご議論いただく際には。診療実績にかかるデータの分析結果だけでは、判断し得ない診療領域や地域の実情に関する知見も補いながら。今、委員からご指摘のありました。今般の新型コロナウイルス感染症の対応状況など含めて。 地域でこうしっかりご議論いただくことが重要だというふうに考えてございます。杉尾秀哉君。あと一問ありましたけど、時間が来ましたので終わります。